はい、おはようございます。今日もキッスリにやってきました。今日はまあキッスリらしくというか浜サーフの方にやってきました。ちょっとね、曇り空はいいんですけども、波というか、向かい風でちょっとやっぱ波が立ってて海も濁ってるもんで、ちょっと厳しいような気もするんですけれども、まあせっかく来たんだからやってみたいと思います。潮位が高くて浜が少なくなってて、上げにくいですねこれね。最初は軽く、ここまで去年、あ、当たるやん。去年はね、この辺で本当に一色とかでよう連れ取ったんやけど、思ったら早速当たってますね。1匹だけでしたけど、まあなキスやね。よいしょ、まあ1匹だけやったけど、とりあえず釣れるっていうことが分かったもんで頑張りましょうか。まあ、さっきの感じで一番先の針に食ってたから、もっとゆっくり錆びた方がいいんだけど、基本的に森から遠い針にかかる時ってのはやっぱ錆び気が早いで、おもりに近い針に食ってくる時はちょっとまあ錆び気のスピードが遅いというふうに言われてます。要はまあ餌、おもりが錆びてるもんで、おもりが目の前を通ってって1個目の餌が来て2個目の餌が来てっていうのにまあ追いつかないってこともないんでしょうけどね。その遠い重りから離れた餌に食ってきてるときはちょっとさびきが早い。逆に言うと最初の1匹目をかけるときは早めにさびいて、一番遠いまあ一番先の針にかけて仕掛けが暴れないようにして途中の針に食わせるとか、いろいろまあ達人たちの間ではテクニックがあるみたいです。まあ僕なんてかけるのが精一杯です。そんな余裕はなかなかないんですけどね。あ、当たったけどちっちゃいな、これピンミスやな。あのちっちゃいあたりはこいつやな。当たらんやん。最初の1投目は何やったん？この間もこんなんやったな。1投目釣れて2投目ピンギスになって3投目根がかりやなかったっけ。はい、さっきの浜があまりにも釣れなかったもので、ね、ちょっと移動してきました。まあ、いつものリーダーとか、の方を見ていこうと思ったんですけど、たまたまこのチャンネルのリスナーさんにお会いして、まあ、その方の情報で、ちょっと南、川上の方が釣れてるよっていう話だったので、ちょっと川上の方までやってきてみました。ちょっとやってみようと思います。
さあどうかね、潮も下げに入ってるし、ただなんか周りの人見てると、まあルアーマンばっかりなんやけど、結構ゴミを引っ掛けてきてるみたいやから、ゴミ多そうですね。いきなり当たったね。これ当たりますね。着底5秒で当たってない？小さそうやけど。移動してきた1投目だけ釣れるとか、なんか最近よくあるパターンやね。しかも全目か。うな、キス全部キスやな。まあまあじゃない。全然もおるか。これああ全然やんか。全メ率高いな。よしよし。なんとか6色目が出だしたよ。まあでも遠くで釣りするっていうのも投げ釣りの一つの醍醐味ですよね。なんかやっぱり目の前で釣れてても投げたくなるっていう。あーでもまあまあ結構それなりに群れてるんだよね。あの同じぐらいのところに放り込んだら当たりが続くから。先週まではね、あの当たったポイントにもう一回通してももうなんか全然当たりなくて、どこ行ったんやっていう感じだったけど、5色目で当たってる感じですね。エロ振りやん。もうエロ振りやったからこうやって。うん、まあ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 。うっとい、うっとい。いや、上手やん。これぐらいやったらいいですよ、ね、そうそうそう、まあまあ本当や、これ座ったらいいよ。これぐらいのが多いですよ。ああそう、たまたま今来たけど。去年は数が良かったし、今年はサイズがいいかな。まあだんだん小さくなるっていうから、今がまあちょっと良くて、年をごとに小さいのが多くなってくるかもしれないですね。あれ、レギュラーサイズになってしまった。これやん、伊勢湾レギュラーサイズ。やっぱこうやって竿尻を下につける方が当たりがようわかるね。3つ目が食ったような気もするけどな。針の数だけね、魚ついてたらそれ以上待っても増えないからね。え、あのキス釣りの達人の人たちは13本針とか15本針とかやって、1頭で10匹ずつが、ね、釣るような人もいるけど、まあようやって僕なんか6本針ぐらい。それ以上つけても飛ばないし、下手すら絡むし、かえって釣果が落ちるような気がして、まあ4本ぐらいでやることが多いんですけどね。2つでした。1匹外れたんかな。餌は食われた後があるで。
るのはなるけど、サイズがちっちゃくなってきましたね。しょうがない、ちょっと移動しましょうか。サイズは変わりませんね。あの曲がりはいいじゃない。あー近いところにもおるな。全滅ちゃうね、きついやね。ただ小さい。もう飛んでもおるね。飛んでもおるけど、あのちょっとサイズのええのはどこ行ったんかな。なんや、全部じゃない。当たりもないのに重たいと思ったら、針の数だけ全部全面がくっついてました。ほれ、あかん、遠いところが全面占領されてる。よし、面とはやめ。濃く投げても全然しょうがない。で、近くにキスがおらんかったらおしまいですね。ひょっとしてさ、着底して糸張るまでの間に食っとるとか。まあ重たいやん。どういうこと？やっぱさ、着底して糸張るまでの間に息食っとるんちゃう？全然サイズアップや。よいしょ。まあまあよう楽しめた方じゃないかな。いい情報ありがとうございました。